軟骨がうめえんだよ。軟骨が！新手のゾンビ出てくるんじゃない。お前ら雑魚はいい。クンクン、ディオ様、この若者はなかなかの勇気の持ち主。このブラフォードにこの者の命の幕を引かせていただきたい。この世への恨み。しかしゾンビとなった今も騎士としての誇りだけは残っていると。このディオにとっては忠誠さえ誓えばどうでもいいことだ。好きにしろ。ブラフォー、なんと当然たるパワー。しかも残酷性十分。全身からみなぎる自分の能力と戦闘への誇り高き自信。奇妙な気分だ。学校で習った黒騎士ブラフォードが僕の前へ怨念を抱えて向かってくる。呼吸を整えろ。筋肉をリラックスさせろ。うりゃ、なんだ、両腕を後ろへ回しているぞ。立ち上げて攻撃してくる。それとも足か。ジョスターさん、危ない、逃げろ。それは髪の毛。勘のいいやつ。俺のダンスマカブヘアに気づくと面白い。このブラフォード、久々に戦いがいのある男に出会えた気がするぞ。ジョスターさん！まずいぞ。水中では呼吸ができない。つまり破門砲ができない。勝負はついたな。水中はブラフォードの独断場。このデュオ、もうこの場にいる必要なし。いよいよこのウィンドナイスロットの町住民全員をゾンビにする。あと一昼夜のうち。そしてこの町からゾンビがイギリス中に広がるだろう。呼吸法は血液中の酸素で波紋の一つ一つを作り上げていくもの。欲しい、たった一呼吸。死なううちに何とかしてみろ。皆殺しだ。くらえ。おりゃ。くらえ。
皆殺しだ。くらえ。あれば刻むぞ血液のビート。こいつ水中での戦いが不利になったのは貴様の方だ。たやすいぞ波紋が水中を伝わるのは。水中のためのターコイズブルーオーバードライブ。水中を伝わる波紋と同じ速さで一瞬早く水上に泳ぎ逃れるとは。素早いオーバードライブはブラフォードに致命傷を与えるには至らなかったか。ジョジョやったか。まだです。やはり拳で接触して直接太陽の波紋を送り込まねば。ディオ様が我に生命を与えてくださり、この男と戦わせてくれたことに感謝とこの上ない名誉を感じる。この男は勇者の素質十分。もう水中というハンデの上での戦いは終わりだ。今度は能力と能力、技と技、精神と精神、貴様最大を尽くし、このブラフォードと戦え！